こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。質問がありまして、 I mean you のイントロはどうやって演奏すればいいですかという質問がありました。これまあセクションみたいなものなんですが、セクションというのは基本的には一番最後の部分があってればいいんですね。なので4ビートで この最後のドッタっていうところが決まれば、基本的には4ビートでも全然構わないかな。まあここから裏打ちにすればいいだけの話なので、ここが一番ややこしいところですね。でここトリッキーになってて、同じじゃなくてダーブダーブっていうのが数が変わるんで、これは僕なりにこう一番メロディっぽく聞こえるっていう譜面をちょっと作ってみたので、ここに表示されると思いますが、黒穂の90に載ってるんですけど、一番最初の1頭からなってるんですが、この1頭を1個手前の4裏にしてください。そうすると1、2、3、4っていうのが、これがこれだけで聞くと、パッパラパラ、これが一番分かりやすいのかな。でそうすると1回目はここに2回、パッパラパッパペダル、パッパラパッペダル、2回目はこれ1回、1個減るんですね。でドッタはまあ低いところと高いところなので、ドラムで叩く分にはこれでいいかなと思います。もし、ユニゾンでやってるんだったら対旋律で逆に言ってもいいと思うんです。ドラムだけでやるんだったら、そのメロディーの通りにやらないとそのメロディーっぽく聞こえないじゃないですか。なので低いのと高いのでいくんですが、もしユニゾンしてるんであれば、自分はハモリのパートに行ってるって考えて、逆の、アプローチ、タッとタッパラバラっていう風に演奏することが可能かなと思います。これそのまま PDF でダウンロードできるようにしておきます。 PDF にするほどのことでもないですが、これ貼っ付けておきますので、もし、この譜面のやつを、見たい方は詳細の方から、リンクでいけるようになっておりますので、そこのメルマガの方は多分送られると思いますが、メルマガ登録されてない方はここのリンクから行ってもらって、メルマガ登録してもらえばそのページに行けますので、ぜひ見てみてください。ありがとうございました。